FM機能を聞きの皆さん、こんにちは、はい。もう入るタイミング大体察知しましたので。すごいね、はい。はい、今日も始まりました。3月4日、サザンブリーズ始まりましたよ。はい。三種の日ですね。そうだね。じゃあ、モノマネどうぞ。モノマネなんで？いらっしゃい。いらっしゃい。普通に。はい、今日も1時間生放送をお送りしますので、いやもう出だしぜひよろしくね、出だしで聞いてください。最後まで今日は、いやいや今やらしたんでしょ。何ですかいきなりモノマネって。あみモノマネ持ってないんですよ。やばいな、なんかね今日はやりたいなと思ってて。そうそう、持ちネタっていうのあったらね便利ですよ。そうだよね、はい、でもに持ってても似てないのもどうかなと思う。山内さんどうなんでしょうか。僕似てないですか。なんか持ってましたっけ。なんかやってたね。なんかね前やってたんだよ、あんちゃんとか、あんちゃん福山の真似とか。ちょっと似てるって言われたからって。あんちゃん、あんちゃんってねやってて滑って。あとなんか俳句とかもそういえば作ったりとかしてましたね。作ったりしてたね。いろいろやってたね。いろいろやって滑ってるのもどうかなと思う。違う、あのさ、こっちでも、うん、本当は月曜日、はいはい、あの俳句みたいなのやりたいわけ。言ってますよね。そうなんですよね。ちょっと考えますね、来週から。そうなんですよ。頭、切り替えないといけないね。そうよ。大変ですよ。サザンブリーズに切り替えるのに3時間始まるから。そうなんですよ。さっきまでね、はい、なんだっけ、うん、山内と中地さん、はい、うん、ね、携帯見ながら喋らんでください。がっつりこう重要な話して、はい、喧嘩してましたからね。どうなの、殴りやってましたからね。あれ喧嘩なんだ。はい、喧嘩ですよ。勝ちました今日も。山内さん頭抱えてました。そうだね、まあ若い案がうまいこと成立したんで。いえいえ、はい、はい、そうなんだよね。よかったです。また話があっちに行きましたけども、ヤフーあ、違う違う、じゃなくて、くてうちもほら、わ、ね、かるやん。わかりました。ちゃんと、やったし、うん、はい、また、安倍ちゃんも、そうなんです。若いやんを受け入れたということで。最新ニュースで。そう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 。あれ、ちょっとさ、山内さん、隣で説明したじゃないですか。うん、意味わからなかったんですよ。聞いてなかったよ、ね。後で番組で聞こうと思って。いやいやいや。あれでも、ちょっと難しいな。難しいですね。若いやんが、いくつかあったから、2つぐらい。あったんですね。そうなんです。それの中の、一つが決定した。じゃあ一つは却下されて、もう一つを出して、それを、はい、うん、安倍ちゃんが受け入れたということですね、国が。はい。なるほど。うん。わかりました。いいんじゃないですか？うん。いいんでしょうか。今日はなんと、今日ですね、すごい話題。11時からいつもやってるリューティーさん。はい。沖縄の生んだ星、うん、スター。はい。リューティーさんがですね、キノワンが生んだ星なの、スター。あ、違うの。FM キノワンが、あ、FM キノワンが、ワンが当然です。 FM キノワンが生んだ、スター、育てた育てたスター、スター、はい、今、CM にも出てる、そう。今をときめくリューティーのタケちゃん、女性、はい、女性のね、ちっちゃい子、はい、ちっちゃい方、うんうんうん、がですね、なんと、はい、うん、電撃入籍だからよ。なんなの、ここでゲストに来てた時に、なんか紹介してみたいな話になってたよね。なってた。そう。あ、本当にいないのつって。うん、いないのって。うん、つって。はい。ちょっとノリで、お金持ちがいいとかね。ね。笑い、なんか、言ってたのにもかかわらず、そうそうそう、いきなり結婚したって言って。そう。で、番組終わって、山内さんが、ちょっと来いよ、と。俺を、どうする、裏切ったっていうね。そうそうそう。騙してたって、ずっと。僕は密かに思いを寄せてましたから。寄せてたから。はい、で、たけちゃん、べーってやってましたね。やってましたね。ペロってね。はい。そして、それが、相手はね、うん、一切、この、はい、うん、なんていうの、公表して。そうなの、どういう人って言っても、そう、なんだった、宇宙人。宇宙人。うん。身長までは、聞いたんですよね。そうそう、173センチ。ただ宇宙人。宇宙人。そう。いくつ？宇宙人だからわからん。何なの？日本語通じるかって言ったら指でこうやりとりすると、ね、うん。謎のエロ発言してましたけど。想像しちゃったね、ちょっとね。何なのつって。で、そのたけちゃんのジャニーが上書いて、うん、書いてって早見が言って、そうなんですよ、書いてもらったのがこちらです、はい、ザザーン、はい、これがたけちゃんの、はい、旦那さん、彼氏ではないね、もう旦那さん、旦那さんですね、の方がこういう感じ、たけみの旦那、
って書いてありますね。こういったこういった顔。そうそう、本当にこれ見たら宇宙人なんですよ。そうなんですよ。髪が一本しかなくて、はい、その星がついてると。そうなんですよ。で、あの鼻が穴しかない、うん、鼻の穴しかない。そうそうそう、口も見て、口もほーってな、唇がない、唇がない。そうだね、うん、流動、うん、なんでもないどうしたどうしたユキさん、ま、かわいい旦那さんって。そうそうそう、旦那さんかわいいよね。これでもリアル見たらこのまんまだから、宇宙人だから、うん、かわいいかどうかわかんないよ。体ちっちゃいってことでしょ、細いみたいな感じ。違う、173cm だから。あ、そっか、そうだよね。でもタケちゃんからしたら173センチってことさ。あ、どうなんだろう、普通の人からしたらちっちゃいかもしれないよ。150センチくらいかもしれないですそうかもしれないよ、はい、そうなんですよ、こんな感じで。ユウさん宇宙人だっていうことで、そう見て、そう、これと似ているユウ、ね、さんの、うん、本当だ ね、 ね、宇宙人だって。そう、そうなんですよ。だからこの機会に特番するってことで、うん、そう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 、3月18日18日金曜日ですね。朝10時から12時まで、12時までなんとたけちゃん結婚記念スペシャル2時間特番をします。2時間ですよ。はい、もうあの面白い番組が2時間続くったら結構皆さん盛り上がってくると思う。そうそう、いつもメールもいっぱいだし読み切れないので、ぜひぜひこれを機にね。そうなんですよ、はい、でその時にもしかしたらどんな人か聞けるかもしれない。聞けるかも。でも宇宙人って言い張ると思いますよ。ああ、そうだよね、はい、っていうかさ、逆にタケちゃんぐらいだったら、はい、もう宇宙人ぐらいの人と結婚してほしいよね。そうだよね、うん、これがさ普通だったら。いやでもどうする、腰が死に低かったらすいませんっつって。なんかそんな人っぽいけどね。ね、意外とタケちゃんと会うのね。そうだね俺ヒガちゃんと思ってたけどな。だからね、あそこはなかったんだな。なんかね、実は違うみたい。なんかやっぱね、コンビとあれは違うのかな、プライベートは。やっぱ違うのかな、どうなんですかね。皆さんそちらも、それもねちょっと送ってほしいですね。そうですね、仕事の人を好きになったことがあるかどうか。あ、うん、ないかな、仕事上で。うん、うん、違う、なるほど、今言う、あ、分からん、あるかもしれんし分からんよ。どっちなの、あるのないのないかな、濁したら話にならないじゃないか。そう、またつなげるためになんでよまあそんな感じね。でも本当に職場結婚っていうんですか、はい、恋愛とかもありますからね。あるいっぱいあるよ、実際にね、うん、実際は。そうそうそう、もしかしたら、はい、このコンビで辛い思いをしたり楽しい思いをして、そう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 、一緒になる可能性もある、ね、うん、という、ね、だから僕はタケちゃんとヒガちゃんはいいコンビだと思ってたんで、はいはいはい、割とね、うんうんうん、だからありかなと思ってたけど、うん、やっぱ違うんだね。しかもそのヒガちゃんも言ってたけど、わ、うん、からなかったってね。そう、ヒガちゃんもね1月ぐらいにしか聞かされてないみたいな。らしいね。それまでずっといないと思ってたんだよ。だよね、うん、彼氏なんかね、いない匂いしなかった？してた、ね、していた。しかもわかるわ、いない匂いってあるよね。ある、なんかね、うん、フリーな感じだったよね。だったよね。で、うん、もしかしたらね、落ち着いてから本当に年齢来て結婚するかしないか、うん、そう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 、今は絶対いないだろうっていう、ね、相手もいないし結婚も考えてないだろうっていうタイプだと思ってたのに、うん、いきなり結婚するって。そうだよな、この何ですかね、フリーな匂いっていうのはありますね。俺どうですか、山さん。最初、今はもうね、いろいろ話してるんだけど、うん、最初の時は、うん、思わなかったかもしれない。結婚してるってでしょ、うん、結婚はうんって思うっても子供いるかわからないはず。あ、でも結構言われるでしょ。言われるね、うん、それで、うん、子供いる、わーびっくりって。そうなんだ、思いました。だからもしかしたら結婚はしてるかしてないかわからないけど、わからないけども、うん、子供にびっくりみたいな感じねえ、結構いると思う。いると思うねそうですよね、はい、割とスーツ着た若い人たちって最近増えてきてるじゃないですか、うんうんうん、青年会とか。はいはいはい、あの人たちも意外と結婚してる人もいるんだけど、 それあんまり出さないですよね最近ね。あー、そうですね、ね、うんうんうん、意外な人が結構ね多かったりしますよ。あー、そうかもしれないですね、うん、そういった感じで恋愛の話も出しながら。そうですね、今日はですね、フリーなので今日のテーマは、うん、今日のテーマはフリー。
おい三振の日フリー3月4日金曜日。そうです、僕らが三振をテーマにしても何にも語れないですよ。確かに、はい、なのでそうですね、フリーということで、はい、はい、なので今日もいろんないっぱい何でもいいのでメッセージいっぱいお待ちしております。お願いします、はい、メールアドレスは、はい、797@fmginowan.com、うん、はい、797@fmginowan.com までお待ちしております、ファックスナンバー、098-943-0094 までお待ちしております。はい、また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスを使って映像と音声のネット配信も行っております。なぜ、うん、それはですね、はい、聞こえない人たちのも聞けるようにインターネットを始めました。なるほどなるほど、参ったねなのであの、はい、本土の方でも、うん、那覇の方でも、石垣の方でも、はい、大東島の方でも聞ける。なぜに、はい、外国でも聞けるようになぜそれは FM 技能マンを世界に配信できるように発信ですねやりました。なるほど、 それ目的でしたっけ山さん。何が この 全国に世界にだったっけ。ユーストやったきっかけ、ユーストやったきっかけはペッチョチョがユーストやったらって言ったらリアルにちょっと夢持って行ってくださいよそうですか、はい、そうなので皆さん FM 技能ワンの技能ワンの技能ワンのホームページから簡単に見ることができますので、はい、そうです、皆さん検索して検索してポチッとなってみてください。そうです、うん、今日はですね、はい、たけちゃんの旦那の似顔絵も見れますので。そうですよ、はい、また後で、先ほども見せたんですけど、後でまた公表しますので、はい、ぜひお楽しみください。ぜひぜひ、今日のテーマはフリーでございます。はい、よろしくお願いします、うん。フリーじゃないよ、プリンでもないからね。そう、必ずね、ユウ、うん、さんが、はい、不倫フリーネタにしてほしいのかね。必ず不倫ってくるね。やっぱりみんな興味あるんですかね、不倫。だと思いますよ。だって、うん、ね、年末じゃなくて、初めゲスだったりから始まってるからね。なんだった、育休議員だったりだから結構皆さん気になるね、テーマだと思いますよ。そうです、アゴベルツさんも、はい、プリン、プリンじゃないよまあフリーなのでプリンでもいいですよ。いいですよ、プリンでも、はい、うん、フリンでも、はい、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。それではここで一曲、山田さんセレクトの。そうなんですよ、僕セレクトじゃないですよ今日は。なんとリクエスト、はい、この喋ってる間に僕はリクエストを探すという。お、すごい神業。すごいですね。すごくない？すごい。今喋ってたさ、俺。喋ってなかった。その間に喋ってなかった。あれ？誰と喋ってたかな？宇宙人。ヤメさん喋ってる間になんと。なんと。2分で。2分で探しました。お、このイントロドン、何ですかこれは。これはね、島唄。正解、あ、アルファインビさんで、いいですね、島唄リクエスト、ありがとうございます、はい、それではお聞きください。よそい
今日いっぱい飛んでますね。飛行機ですか？飛行機。ね。定時だな。結構宜野湾はすごいですね。はい、時刻は3時18分を回りました。はいはい。この時間はお天気情報と、うん、宜野湾市内ですかね。どうぞ交通情報をお伝えしたいと思います。そうですよ。はい、今雨降ってるさ。これ名古屋行ってもしょうがないよね。そうですね。雨降ってんの？あ、本当だ。なんか降ってますね。降ってる。あら、さっきまで太陽出てたのにね。晴れてたのにね。はい、この気になるお天気情報。はい。沖縄本島は高気圧に覆われて、うん、概ね晴れています。あなた間違ったね。今日晴れとか言ってたけどね。まだ言ってませんよ。違う違う、昨日言ってたさ。今日は晴れとか言って。ああ、そうですね。でも今からなので。これからは、今からですね。わかった。はい。この3時から。3時までですね。よく3時までね。はい。OK。ギリギリ。じゃあまだまだ、あれですね。当たってますね。まだまだ当たってます。でも、晴れたことがないですよ。今日のはさ、うん、晴れって思ってた。朝。発表はしてないけど、はいはいはい、雨降ってるか意外じゃない？意外意外。びっくりしました。やっぱり読めないです。よかった。俺洗濯物今日取り込んできたわ。よかったね。よかった。はい。で詳しい気になる天気情報です。ですが、はいはい。今日は晴れっていうことで、降水確率も晴れてねえよ。なんとこの後深夜12時まで 20% となってます。はいはいはい。20% の中の今日今雨降って。どうする、ね、どうするどうしようどうしよう、これ後で山田さん気象台に文句、はい、オッケー任しとけオッケー吸い上がるんだけどねこんなのオッケーっていうなんてオッケー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 、で日中の最高気温が23度あはい、はい、風が南東の風やや強く、波の高さが2メートルのち 2.5 メートルとなっております。なるほど。風もね結構強かったですね。さっきちょっと外出たんですけども。あ、風強かったね。ね、うん、髪がブワーってなってました。山田さん大丈夫でした？頭、髪、頭って言っちゃった。大丈夫だったでしょうか？大丈夫ですよ。僕のは割といいやつなんで。よかったです。いいやつなんですよ。なんかね、今日もひがちゃんがさ、うん、山田さんさっぱりしたねとか言ってたさ。そうそうそう。その時に髪切ったねって意味だったと思うんですけども、うん、あんなにびっくりして大きい声で言うもんだから、うん、ちょっと笑ってしまった。なんで？何が言いたいのひがちゃんって言って。どういうこと？何が言いたいってさっぱりしたねとかさ、うん、めっちゃ短く切ったとか、いろいろ言ってたのかる？変なんだったけど。なんなの？あんまりだっけ？あんまりだったあんまりって言え。あ、あ、わじわじ。いいね。いいよ、イカちゃん。怒ってる余裕よ。注意もありますよ。はいはい、海岸の海域では、うん。海域では。うん。本島中南部と本島北部では4日の夜初め頃から、久米島では5日未明から波が高くなる見込みです。ってことは、久米島だろ。これから4日夜、はい、波が高くなる。という予想があります。なるほど。皆さん気をつけてください。お願いします。行く方とかですね。そうですね。あとアルファウィングさんとかね。そうですね、うん、船によく乗ってどちらかに旅に行くんですよね。はい、ベッキーしてるらしいんで。あ、もう気をつけてくださいよ。流行りに乗らないようにしてくださいよ。はい、はい、では以上天気情報でした。はい、続いて道路交通情報ですが、うん、国道335線、これは長田方面ですね。はい、普天間向け、普天間行き、うん、若干渋滞しています。はい、長田周辺、はい、普天間向け渋滞、うん、そして公営の交差点、うん、アハチャ向け、若干渋滞が見られます。はい、そして、国道58号線、うん、大蛇名から牧港にかけて、これは南向け、那覇向けですね、渋滞しています。はい、皆さん今日はですね金曜日ですので、うん、そうなんですよね、はい、もう仕事終わりですよまだですよまだですよ。まあちょっと残ってますので、もうちょっと残ってますよ。頑張りましょう。はい、ゆっくりゆっくり走らせてください車は。はい、ありがとうございます。この前さ、この、うん、この和田氏からコメント来てます。和田氏さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。長田大渋滞。あら、那覇渋滞。渋滞ってことですね。はい。天気情報も言ってくれてますね。うん、はいはい。ですね。関西は晴れって。関西ですね。すいませんでした。そうだね。ごめんなさいだよね。はい。リオンさん、はやみお天気お姉さん、今夜ゴルフ行くんですが、晴れますか？あ、いいですね。予報。そうだね。予報忘れてた。予報忘れてたね。うん、はい。今日はですね、この後、うん、
晴れると思います。ゼロパーゼロか50か100ですよね。50もないんだったらゼロか100と言ったら、うん、ゼロか本当は100って言いたいんですけども、うん、もうそのまま言っちゃったらあれなのでゼロにしときます。どういうことかわからんな。振らない。はい、絶対に絶対に振らない。じゃあ信じてください。今、でも振ってるわけさ。違う、今でしょ、これからです。これからですね。これから、はいはい、降らないと思います。でも明日天気悪いみたいなので、はい、怪しい、どうするどうするこれ間違ったあれだよ、なんか間違った。じゃあダメです、雨降ります今日は。じゃあ今日は降る、今夜降る、今夜は降る。ゴルフはやめとけと。そうですね、はい、うん、リオさん今日はゴルフ、中止でお願いします、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。エコザイルさん、宜野湾大山付近雨降ってきてるけど、よかったね。じゃあ、うん、今日は雨が降る。雨なので、はい、多分夜は雨降ると思ってます。はい、そうです。はい、ではここでですね、リスナープレゼントを発表していいですか、山さん。はいはい、これね前も紹介したんですけども、リスナープレゼントってあるんだ。あるんですよ、 FM 宜野湾では。さすが、任してください FM 宜野湾。ではですね、はいはい、チャリティープロボクシング大会の観戦チケットを2名様にプレゼントします。2組ですかね、はい、前来てたよね、応募。はい、来てました、うん、それがですね締め切りが、うん、今日になってるんですよ、3月4日、はいはいはい、なのでまだ間に合うので皆さん、うん、メールなどお待ちしております。この試合ではですね、はい、女が豪対お小谷正俊の選手。女が豪選手はね、うん、確か30何歳かだよ。そうなんですか。そうそうそう、お結構ね、はい、あのあれなんですよ、頑張ってる本当に。なるほど、はい、皆さん応援しましょう。はい、小谷正俊さん、はい、選手も分かります。知らない。あ、分かんない、初めて、うん、山田さんは聞きましたってことで、はい、でチケット希望の方は、うん、FM 宜野湾でメールお待ちしております。メール、うん、懸命にボクシングチケット希望と書いてください。分かりました。で当選された方は FM 宜野湾に取りに来ていただくか着払いの郵送となりますので、うん、よろしくお願いします。それではメール、今日はフリーってことなので。そうです。メールアドレス発表しますね。どうぞ。うん。メールアドレスは何ですか。はい。はい、どうしよう、教えようかな。教えた方がいい。教えた方がいいな。はい、じゃあメールアドレスは797@fmginowan.com。うん？何でもない。また何でしょうか。ファックスナンバーも言ってきます。いいですね。オッケーです。では。何か言わして。ね、何か言わして。俺ちょっと考えない、考えないとさ、パッて出てこないよ、はい。私もなんですよ。出しょ、出しょって。出しょ。そうなんですよ。だからちょっと考えさせて、うん、了解です。そしたらちょっと気の利いたこと言うかもしれんさ。わかりました。はい、では一切そう無視ですか。痛い CM いきましょうね。なんだよおい。いろいろ横でぐじぐじ言ってるんだけども、もう伝わらないっていう。文句じゃメールで送って。何の文句言葉に言わないで。そうだね。わかる。もう忘れてるし。そうだね。おなさん頑張れ。わだっしーさん。着払いかいって。着払いですよ、わだっしーさん。お金がないんです。FM ギノワンは。そうなんですよ。ぜひ、リスナーさんにもご協力よろしくお願いします。これ、貧乏がなくなったら皆さんに払えるよ、送れるようにしますので。うん、じゃあ送れるようになったら貧乏なくなったってこと？そう。何年後でしょうか？毎月100万ぐらい。わあ。黒字出るってことです。なるほど。うん、じゃあ今来てるみんなから、そうですね、いけそうです。皆さんから。何言ってるば。皆さん、リスナー、リスナーさんをスポンサー。ああ、そうそう、みんな大体どれぐらい、100人ぐらいぐらいなので、1000? 1000円ぐらい、1000したら10万じゃない。あ、そっか。100人だよ、100人だから。そっか、1万だよやっぱり。そっか、皆さん1万円で。そうですね、うん。早見の給料引きでも足りないので。早見の給料郵送でなくなっちゃうよね。なくなっちゃうんですよ、うん、そうなんだよね。だから AKB ファンさんがいいかな。お金回収かよって。AKB が10万ぐらい出してくれたら。そうですね。そしたらでもこれまたうるさそうだな。
時刻は3時28分を回りました。はい、早いね。そうなんですよ、もう半やし、半なのでサクサクと。全く何を、たけちゃんの、結婚以外何か喋った記憶がないないろいろ喋りましたよ、宇宙人の話とか。だからたけちゃんの結婚でしょ。はい、はい、今日はですね、うん、フリーということで、うん、メールじゃあ最初紹介しましょうか。そうですね、はい、はい、では私から、どっちからから、あなたから。はい、ではエコザイルさんから来ております。ありがとうございます。はやみん、やまちん、ハウデー。ハウデー。エコザイルっす。エコザイル、うん、今日は三振の日だね。そうなんだよ、三振の日だよ。もう中学生風に。どういうこと、どういうこと。もう中学生って言うでしょ。いる、うん、どうなってしまう。三振の日だね、三振の日だよ。あ、そうだ、こんなっちゃうの。ごめん、エコザイル。早見、昨日は手作りのちらし寿司と鬼殺し用意して待っていたけど、なんで電話してこなかった。あ、そうだね、あ、仕方ないから自分で美味しく食べたさ。今日はどうする。うん、電話するときはセクシーボイスでよろしくって。ユースのカメラにマリリン・モンドのポーズ希望。うん、後でチェックしようね。じゃあ、だからやーってことで。いつもチェックしてるけど、うん、文句は言わずって。いいね。いいね。一切やらないのに、いやーやれっては言わない。だからよ。はい。エコザイルさん、優しいのか。優しいのかね。はい。セクシーボイスって。で、後でマリリン・モンローのポーズは、うん、やっていただきますので。わかりました。ちょっと風が吹かしてね、山さんね。大丈夫、大丈夫。オッケーです。大丈夫。わーってやるので。そうそうそう。わかりました。じゃあ、後ででね。写真撮って、皆さん、うん、どうしようかな。500円ぐらいで。500円、安いなー。販売します。はい、後で。写真会も500円ぐらいで。うん、安いなー、一回。一回。安いな、忙しいな、み了解。お願いします。はい。はい、続いて、ミートナイトスター。はい。早見ねえね。うん。ペプシー山内さん。誰だね。誰だね。リスナーの皆さん、おはようございます。おはよう。そろそろ昼ですよ。そうだよ。ファイテーン。ファイティーンじゃない、ファイテーン。はい。やしがって、やしがって。チャタンに、ライズアップできちゃう。そうなの？タマちゃんがイコーパーだけど、後ろから抱きしめて、おならしたって聞いていい？たまちゃん、エコパスタ受け？分かる。今、個人的に頑張ってるんだから。あ、そうなんだ。うん、頼らないで。頑張ってるよ。うん。で、はい。でさ、うん、おならしたら我慢したらやばいぜ。うん。なんでかっていうと、うん、死に臭いから。マジ？俺がたまたま入った部屋が、うん、死にプーカジャーだったわけ。うん。したら、後から入ってきたやつが、俺の顔を見てから、うん。やかほんに。バレてるやし。歩かや。もっとフルーティーには匂いするし、ケロンパ、うん、ドンペリ入ります。なんでよ。エントリーナンバー8番、うん、ドンペリです、うん、今からモノマネします、はい、ってなわけで、うん、クーラーつけながら窓を全開、はい、ワイルドってかもったいない、うん、はあ、眠たすぎて、うん、眠たい、うん、あのさ、バナナってご飯にも入るの。なんでよ。意味やからもうエントリーナンバー8番とかよ。ドンペリですって。今からモノマネしますって、ドンペリが。何の真似するば。クーラーつけながら窓全開って。バカだね。本当にもったいないってよ、うん、もったいないわ。この人さ、後ろから最近抱きしめて、うん、あれするの好きになってる、ね、好きだね、うん、おならしたってどうするかね。言われたら、ああ、やだね。後ろから急にあって抱かれたことありますか。ないですよ、急にって。怖くない。あ、じゃあいい雰囲気では。あ、いい雰囲気でもない。ないか。ないんですよ。本当の、ちょっと妄想的に理想なのが、ハ、う、ミ、ん、中途半端に身長高いじゃないですか。高いね。で、ヒール履いちゃうと、うん、ちょっと高めになるんですね、やっぱり、うん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 、男性と。うんうん、やっぱりハミがヒール履いて170いくとする。いかないでしょ、でも。いかないかな。全然。でも、6センチのヒール履いたら170いくかも。私164だもん。俺と同じぐらいだろ。ですか、うん、何センチです。167ぐらい。67ぐらいでしょ、うん、でヒール履いて170ぐらいいくとするさ、うん、それもっと上に行かんといけないさ。
抱きしめられるんだったら、うんうんうん、それちょっと理想、うん、全然そう後ろからガフって言ってほしい、こう行くんですよ、あーやだーこれはなんかやだやだ手つきも嫌だったねえガフって後ろからかぶされるガフじゃない毛布っていく毛布はダメガフも嫌だけどどっちやねんでもさ後ろからこう抱きしめるって、うん、いいと思う、結構男がもう憧れるんですよ、あそうなんだやりたいっていう、へえー、だから実際やったら切れるっていう話を聞くんですよ、あそうなんだ、はい急に来られて何だろう、あー分かる気がする、びっくりするけどみたいな、あと壁ドンもさいいとか言うけどあれもう嫌かもしれん、自分されたことないんだけど、マジうわってならん、なんだばってなんかな、分からん、壁ドンする勇気もない急にドンってやる、やんないよみたいな、うん、あーってならんかな、分からんな、どうなんだろう、でも、ね、された人、された人いるかな、だからよ、した人、した人いるかな、ねえ、どうでしょうか、マジでね、この壁ドンが入る前に、うん、はい、マジでやったことがある人、彼女とかに、ねえ、ゆうきさんとかどうですか、ゆうきさん、あ、ゆうきさんやってそうだなゆうきさん割と強引だからね、そうだね、はい、そうなのそうだよ、この人嫁さんに結構な強引、はい、ゴールインしたのね、ゴールインして強引で強引ゴールインで、はい、はい、ということで、うん、今日のテーマはフリーでございますよ、うん、はい、CM 行きましょうか、一旦聞いてください、はい、ゴー、早見ねえねえには後ろから抱きしめない、んなん館長か膝かっくんさ、甘える甘えるな、ミッドナイトスターには抱きしめられたらおならしたとか言われるんでしょ、うん、いやだいいよじゃあゆうきさん壁ドンしたことあるはないけどチラすぐられたことあ、これ面白いなそうなんだゴーンって、あー面白い壁ドンでもさ早めハイヒール履いて俺と同じぐらいだよ、でしょ、ヒールにあれ寄るの、うんうんうん、6センチのヒールとかもある、あるあるある、 あるよ、いいな、でかい人をこう後ろからミッっていうのがいいな、じゃあそう、うん、ゆきちゃんを想像してごらん、じゃん人じゃないよ、ゆきちゃんぐらいの身長の人を、あ、だからでかければもういいよね、ガブと、うん、割とね男は身長高くてもいいんですよ相手が、あそうなの、全然、そっかそっか、うん、山内さんの奥さん2メートルだもんね、わお巨人ですよそれ、怖いですから今日どこ行くっつって今度中はジャンプしないといけない、じゃあっちがもうだいぶあーいける、そっか、中とかやってないからね、もう全然覚えてない時刻は3時58分を、あ、失礼しました。38分を回りました。びっくりしたわ。58分で終わるよ。コメントいっぱい来てますね。そうですね。はい。ですね。うん。なんだっけ、壁ドンの話題で。そうそう、ゆうきさん。盛り上がってるんですよ。はい。壁ドンしたことないけど、うん、チラすぐられたことある。何したそうなんだね。何したの、だからよ。そして、ゆうさん、うん、壁ドンしたけど相手がちっちゃかったから意味なかったわ、あ、なんで、だからね、ゆうさんの下にいたから、あ、意味なかった、胸元ぐらいだったんじゃない、相手が、なるほどね、そうだったかもしれない、それだと意味がないのかね、そうだね、だからゆうさんがこうちょっと、そうだよ ね、かがんであげるっていうの、そう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 、だったらドキッてきてたのかな、
続いて、小猿さん。早見に膝かっくんからの、うん、お姫様抱っこしてみたい。かっくんってやってこん、あはは。難しいね。難しいね。柔道だな。俺、早見に柔道技かけたいやつ。あーっつって、あーって。あー、はみ、酔っ払ったらたまにやるってば、人に。はぁ、ど、柔道技まあ、よくわからんけど。そうだ、思い出した、そうだよ。足投げる。投げるまでいかんけど、投げるまでやって、やんな、やんなとか言ってるのが面白い。まあ、難しいですね。確かに、好きですよ、これは。好きですね。うん、一服堂さん。はい。私、仕事ですが、本日、無事、菓子製造業の許可をおりましたよ。うん、みんなにインフラしたくて、あ、すごい。メールしました。お菓子の、お菓子作る会社の許可が下りた。そう、いいですね。おめでとうございます。すごいすごいすごい。一服堂さんはじゃあお菓子屋さんなのかな。ね、うん、製造はいはい、はい、業なので、うんうん、製造屋さんですね。なるほど。作る方ということで、じゃあ一服堂さん待ってます。お待ちしております。美味しいお菓子待ってます。はい、リスナープレゼントに、あ、いいですね、しましょうか。そうですねって言いながら。エレメキのワンで、はい、コーヒー飲んで、食べましょうか。食べましょう。いいですね。サンジチャーですね。サンジチャーですね、本当に、ね。はい。はい、ありがとうございます。うん、それでは、うん、今日はテーマフリーということで。はい、そうなんですよ。メール来てますね。サザン、じゃない、アルファウィングさん。はい。どうも、妄想ギノワンフライデーはいかがお過ごしでしょうか。毎日フレッシュに驚く発想で患者様を安心させる早見看護婦、うん、これ早見が読んだ方がいいな。あ、そうだったんだ。あの、うん、ちゃんと振り仮名振ってくれてるから。あ、そうだったんですね。はい、うん、その近くでから。え、あ、あ、じゃあ俺が読もうか。もうじゃあ下までお、ね、ハイサイまでお願いします。 OK、 はい、その近くで命がけで治療をこなすイケメン院長の内山 GM、はい、うんうんうん、そして FM ギノワン病棟を支える熱狂的なリスナースタッフの皆様、はい、ハイサイ、ハイサイ、いいですね。はい、今日は病院、うん、なんかあれみたいでね、うん、24時なんか笑ってはいけない。はい、わかる、笑ってはいけない。わかんない、お尻叩かれるやつ。そうあれのあれ設定みたいで、ね、設定ね。はい、オッケー。早見医者、うん、医者早見ダメだぞ、あれ看護婦だ、看護婦、看護婦。あ、笑ってはいけないでしょ、うん、あれダメだぞ。あれリアルやってみたいね。やってみたいね、うん、我慢できないはず。あれはね、でも 4,5 年前、もっと前かな、うん、ないけど、うん、あれが一番面白かった。あ、本当に。なるほど、いきましょうか。はい、今日は、はい、毎年恒例の三振の日であるにもかかわらず、うん、プッチンプリンを食べながら不倫に走ってしまわないようにご注意ください。かけたね、かけ上手ですね。引っかけ上手です。引っかけ上手だし、はい、自分にあれしてるのかな。自分に言ってますね。あ、なるほどね。注意しようって自分に書いてるのね。注意してください。あら、でもテーマは自由に豊かな発想で盛り上がっていきたいアルファイングケインです。うまいね。笑い、うん、はいはい、今日のテーマがフリーとのことですが、うん、奥さん、このサザンブリーズでたくさん妄想して笑っちゃってください。わずか1時間でも華やかなフライデーにしましょう。なるほど。というのもなんですが、ネタがパッと思いつかなかったので、尺的に大丈夫そうであれば曲のリクエストお願いします。ではでは、また来週ゆたしくです。はい、最後までチバリをってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。アルファウィングさんはやっぱり、ね、飛行機好きですからね。そうなんですよね、うん、そんな感じだね。うん、リスナーさんが番組の宣伝してくれてます。だからな、ありがとうね。ありがとうございます、アルファイングさん、いつも感謝してますよ。あのさ、うん、そろそろもう本当に飛行機に乗りたい。いや、一応飛行機乗りたい。小座に来てから、うん、乗ったことない気がするな。おってことは3年4年ぐらい。3年ぐらい乗ってない。でも今年は行くっていう計画してるんですよね。あ、そうそうそう、ディズニーランド行くんで今年は。いいですね。はい、じゃあ楽しみに頑張りましょう。たださ、今ちょっと迷ってるのがディズニーランド行くさね、うん、どんなやって楽しむか、うん、いやいやいや、ディズニーランド行ったらね、楽しめるかな。楽しいよ。なんかさ、混むからね。そう、子供たちを 100% 楽しませたいわけ。自分がではなくてね。そうそうそう、なるほど。だからそれをやるにはどうすればいいのかっていうのね。わかりますよ。これはですね、うん、お父さん
が、はい、山田さんが、うん、お菓子をいっぱい買って、うん、お土産をいっぱい買うことですね。あっていうことはどうしよう、結構お金使います。あどうしよう、あどうしよう、意味が分かんない。あらどうしよう。いやグッズが、グッズ欲しがるんですよ子供とかね。あどうしよう、意味が分かんない。あとお菓子とか、あっちのポップコーン食べたり。お菓子だったらこの辺でいいやん。いや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 、あっちで食べるから意味があるので。なんかに乗らんと帽子とかかぶってからそれだけでも雰囲気楽しんで人見て、帽子も買うわけ。そうだよ、絶対耳とかつけた。あんちゃんかわいい、かわいいな、ほらこれ、かわいいって写真撮りまくってから、山田さんかわいいかわいいって言ってからね。ゆずきもバカにしないでもらう。いやいや、人の子育てを。いやいやいや、男の子もね、ドナルドダックとかやったりしてからね。そっか、いいじゃあ金に糸目をつけないということですか。楽しむコツは。そうですね、なるほど、はい。ちょっとねここでフリー、うん、フリーなんですが、僕からちょっと、はい、いいですか。いいですよ、僕のコーナー、山内コーナー。はい。ちょっとね、うん、インターネットから話題を拾ってきたので、はい、紹介したいと思うんですが、どうぞ。モテない男ほど、うん、ポテンシャルはあると勘違いしている理由、うん、ほう、はいはい、理由もあるんですね、はい、はいはい、実際には全然モテないのになぜか俺はモテると自信だけはある、うん、そんな男性に出会ったことありますか。うん、あるあるかな、うん、いるでしょ。結構いると思いますよ。目の前にもいますよね。ここにいるの。わお。やりづれしてして、はい。自分にポテンシャルがあると勘違いしているからかもしれません。そういう人たちはね。まずそもそもポテンシャルって何でしょうか。要はね、はい、モテる。俺は本来だったらモテるよと、はいはいはい、いうふうに錯覚をしてると、うん。なるほどね。モテてないのにね、現実。わかる？ほうほうほう。だからあなた、うん、見てみ、俺を、うん、俺モテてないじゃないですか。そうですね、今現実、うんうんうん、だけどモテるって勘違いしてるんです。勘違いしてるの。あ、まあ、リアルはしてない。リアルで、あ、オッケー、あ、してるっていうね。はいはいはい。俺、うん、俺どうだって、これで、うん、勘違いしてるのって驚かれた日にはもう話進められんだろ。かごめんごめん、設定を早く言え。ごめん。やっと読めてよ、それから。そうなんですよ、うんうん、だから今回はモテないのにポテンシャルはあると勘違いしている自称モテ男の特徴をまとめました。おお、はいはい。気になりますね。はい、まずは、うん、トーク力があると勘違いしている。なるほどね。はい、うん、モテない男性ほどなぜかトーク力に自信がある。確かに会話はあまり途切れないので弾んでいるかのように思いがち。しかしそれは一方的に彼がおしゃべりをしているだけ。会話が盛り上がっているかどうかはわからない。はいはいはい。あとごめんごめん、やめます。大丈夫ですよ。大丈夫、はい、してトーク力。そう、うん、だから あると思ってる。思っている。これは勘違い。勘違い。へえ、います。そうでもない。いますかね。はいはい。それからそして、うん、続いての特徴、はい、違いがわかる男と違い、はい、違いが悪かる男だと勘違いしている。わかります、これはですね、違いやこだわりがわかる人というふうに勘違いしている。はいはいはい。例えば、うん、料理とか、あ、はいはい、俺はもうこの料理、うん、超うまいよみたいな人ですよ、うんうんうん、勘違いしている。あ、はいはいはい、はい、人いますよね。いますね、はい。続いて、うん、気遣いができると勘違いしている。はいはい。気遣いができる男性はモテますが、恋愛ハウツーでも気遣いテクを学ぶことができます。うん、荷物を持ってくれる、上着を貸してくれるなどは少し古いにしろ、うん、トイレに行っている間にお会計を済ませてくれるテクなど、うーん、男性のモテテクですよ。うーん、でもそのまま実行している男には注意が必要です。うーん、これ共通点あるのを知ってました。何でしょう。俺どうする、あゆみ、どうする、どうしよう、どうする、当てはまる、当てはまらん。俺これ見た時、あっだってさ、トーク力があるとまず勘違いしてる。勘違い、僕はトーク力あると信じてます。はいはい、あ、信じてますね。そしてそれから違いが分かるっても思っている。思ってましたね、はい、うん、味がほら、はいはい、俺は味が分かるよって、うん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 、分かります。はいはい。そして、うん、気遣いができる、うんうんうん、分かる。俺よく言うさ、俺気遣いできるからっつって、うん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 、
見てみ。はいはい。全部。あ、全部。結構チーンって感じで。やりにくいわ、どうしよう。どうですか。どうなんだろうね。見つけた時おかしくてさ、はい、あれ、うん、あれ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 、なるほどと思った。わかりますか。現実僕モテてないじゃないですか。なるほど。一切モテてない。うんうんうん。でもいけてるとは思ってはいる。思っていた。思ってはいた。だけど、はいはい、うん、なるほどと。ああ。勘違いでした。難しい。はいはいはい。わかります。なるほどね。そうなんです。勘違いでした。勘違い。ごめんなさい。いやいやいや、もうその場を借りてごめんなさい。ごめんなさい。僕はトーク力があって。違いが分かって気遣いができると勘違いしておりました。はい、そっかそっか。そうなんですよ。どうなんでしょうね。どうですか。でもこの条件満たしたらまあモテるんじゃない。実際それはあるかもしれない。なんか最後の気遣いっていうのは、うん、やっぱり女性はとっても繊細なので、はあ、それは必要かもしれないですね。ちょっとした一言とか繊細やっぱりあるんじゃないですかね。だから自分では気づかないんですけど、おうおう、やっぱりパッてされたり言われたりとかを気使ってやらいるじゃないですか。男性でそういう上手い人たちとか。上手い人いるよね。うん、それはさらっと、あ、なんかいやらしくはない、なんていうのかな、あ、いいってポイントをちょっとアップしちゃったりするから、もしかしたら最後の気遣いとかそういうのは必要だったりするのかなと思って。なるほどです ね。ゆきさん、難しいんですけど、コメント来てますよ、うん、モテたいけどどうすればモテるのかな。どうする、気遣い、気遣いも気遣い大事じゃないかな。でもさ、気遣いってさ、うん、俺本当にやってると思ってたわけ、うん、これはじゃあ勘違いなんだね。勘違、うん、どうなんだろうね。この人のね、わかんないんだけどね。わかんないね。気遣いだってやってるつもりでも、うん、全然モテてないから、あ、もっと足りないとこがあるんじゃないでしょうか。気遣いで、気遣いとか、わかった。もっとモテる人はもっと気遣いしてるってことかかもしれないですね。なるほど、わかんないけど、ん、うん、そうかもしれないよ。きちゃん前から通ってますけど、髪すごいな。そして早めやする猛虎会、はい、当てはまらん、よかったって。でもさ、その前トーク力なしって書いてあるよ。あ、うん、まあいいんじゃない。そうだね、当てはまらないって。そうだね、いいと思います。そういう勘違いの方もいるんですか。もういる、 ね、ごくたまに、はい、じゃあ気づく分よかったってことですね。そうです、さん、僕は今気づいたんで、うん、よかったなと思います。はい、了解です。続いてメール、はい、ミッドナイトスター来てますね。はい、うんうん、読みます。髪さっと読めるかな、うん、早見ねえねえ、はいはい、パンティージョーグーさん、はい、リスナーさん、はい、Wi-Fi 悩み無用、あなたの髪切って生えてくるファーツーってなんだよ、どういうこと。やからパンティーよりティーバッグ。テーマお風呂だな。違うし、プリプリだな、うん、全然お湯がね、うん、あー、みちおさん、とべんしてからお風呂場で死に熱いお湯入ったことある。あるよ。ヒップホール、うん、後ろの方ね、お尻の方が死にチクチクしてやばかったぜ。マジで。ワンダイディレクションヒーヒーフーってストーリーオブマイライフしてからにラブホ行ってから湯船にお湯溜めて、うん、シャンプーとボディーソープ全部入れてからアメリカのお風呂したから振られた。妻女だな、顎痛いって言うし。普通に読んでるし、あゆみ大丈夫これ全部。大丈夫。顎痛いとか。よし、早見ねえねえ。何もしないからお風呂だけ入りにラブホ行こうってよ。あ、拍手ありがとうございます。収録だ。ヒーハー、うほほーい。別件パウダーってよ。パーリラ、パーリラ、パーリラ、行く行く、パーリラ、パーリラ、パーリラ、ノージンです。パーツ、バイバイキーってよ。デジュケル。デジュケルな。あと一個来てるよ。山内のネタ。ミッドナイトスター、うん、早見ねえに壁ドンしたら、うん、昨日やったって聞く、うん、してからに、うん、俺全然モテないぜ、うん、しかもポテンシャルもないぜ、うん、俺トーク力ないぜ、うん、パネーな。俺料理は質より量だぜ、うん、しかもトイレ行こう女には、うん、うん、これなんだっけ、拭いとけ、拭いとけ、封じか、あ、違う、トイレ行こう女には払っとけ封じか、うん、ってなる。あ、モテないし当てはまらない、うん、なんかこれ。
モテないってことさ。あのさ、こんなこと書くからだよ。うん、なんだった？顎痛いとか。つまらん女だなとか。バカか、ほんとね。いけるけど。ミッドナイトスターコメント来てるよ。死にごめん。同じメール送ってしまった。はずからさ、さる、さりがる、さる？わからん。同じメールじゃないよ。同じメールじゃないはずよ。ねえ。ゆうさん、沖縄に初めて彼女の家に泊まりに行ったとき、シャワーしかなかったのには驚いた。シャワーしかない。あ、湯船ないってことね。そう。あの、沖縄のお風呂は多いかもしれないですね。多いですね。うん、シャワーで済ませる習慣があるので。はい。アルファユグさん。はい。気配り上手でも勘違いでモテないこともあると。メモメモということで。メモっちゃった。大丈夫ですよ、もう。どうですか。ねえ。はい。トークもね、面白いっていうのもいいかもね。やっぱ大事。大事ですね。これさ、うん、でも面白いかどうかどう判断するのか。だからよね。だいたい俺と喋ったらみんな笑ってくれますよ。あ、そっか。だけどモテない。トーク力がない。よし、これはもうトーク力を身につけましょう。身につけるか。はい。難しいと思いますけど、それぞれのね。頑張ろう。うん、わかりました。はい、もう、そろそろお時間です。時間が来ましたね。今日は金曜日。そうなんですよ。明日、明後日またリフレッシュしてですね、はい、月曜日。はい。またお会いできれば。そうですね。僕はトーク力と気遣いと違いの分かる男になります、今から。難しい、うん、頑張りましょう。頑張ります。はい。はい。では今日も、3月4日終わりますので、あれサザンブリーズ終わります。お相手は私、早見と。山内でした。はい、皆さん一週間メールなどね、コメントありがとうございました。また来週参加してください。来週月曜日のテーマ、透明人間ってわかる？あ、もしもシリーズで透明人間なので。もしもシリーズですよ。はい、皆さんどんどんメールお待ちしております。それではさよなら、山さんバイバイは。バイバイ、はい、キーン。